ケンゴが
下でリズム感がないって言ってたんだけど。いやだいぶ厳しいですけど、まあまあやれてたんじゃないかなと思うんで許してください。そうそう、自分でねポジティブ取れないよね。時計はどうでしょう。北斗くんよりかはうまく踊れてる。達也はね、はい、楽しく踊れました。でも踊るのなんか得意になってるんだよ。いや全然もう大丈夫です。何が大丈夫なんですか。そしてボーカルワンディング。甘くなかった。ちょっとボーカルがあのちょっとチームに迷惑かけたんで怪我して、ボーカル担当ということで今回参加させてもらいました。いや声が甘い、声が甘い。真渡選手が歌い始めた時の歓声すごかったですけど、あれを浴びていかがでしたか。いや歌いながら足のこう膝がガクガクガク試合より緊張する。昨日のチェルシー戦より緊張した。みんなそんな。いやでもね、なかなかいきなり完成度がね高いものを見せてもらいましたけども、ね、これ結婚式の二次会の歌じゃないですか。結婚式の二次会の歌じゃないですか、うん、最近結婚した方がね、うん、結婚して何か変わったことありますか。自分の時間があんまなくなったことさ。マイナスじゃないの。そう、奥さんに怒られるから言い直した方がいいと思うよ。いい意味で、いい意味で。ああ、じゃあ2人でいる時間が、そう、2人でいる時間が増えたんで、はい、最高です。愛はちゃんと伝えてますか。あ、伝えてます。知念選手いかがですか。釣りに行けなくなりました。出た釣り部。釣り部。え、ちゃんと愛を叫んでますか。結婚して良かったなと思うことありますか。いやー、ご飯がやっぱ手作りの料理。いや、ここで言うことじゃないかな。いや、ここで言うことです。それを聞いてるね、独身3人組がちょっと。どう2人結婚したけど、どうですか。2人結婚したけど、結婚ですか。いやまあ、したいですけど。すごいラフな答え。まあ、青はね、まだ若いから。はい、若いんで、もう2、3年ぐらいちょっと待とうかなと思います。それでも早いけどね。憧れありますか。結婚への憧れありますか。いや、今、フロンターレの幸せ感がすごいので、それだけでお腹いっぱいです。コメント力がついてきたね。交わし方まで覚えてきたみたいな。ね、いやー、素晴らしかったですよね。さあ、ということで皆さん、もう一度大きな拍手お願いします。渡辺選手、長谷川選手、知念選手、下田選手、田中選手、秋高選手でした。皆さん、大きな拍手をお送りください。ね、このちょっとかっこいい姿、見えなくなっちゃう。体がいいから、かっこいいよ。何着てもいい。体がいいから、ね、姿勢もいいしね。では、次の激アツライブを行ってくださる選手、3選手にご登場いただきましょう。どうぞステージへ。お願いします。その衣装はどうかなと思ったけど、まあいいや。また今度はちょっと古風な感じの。すごい。後期がねえ。アナダ選手どうですか、今の気持ちは。いや、楽しみでしょうがないです。おお、これはね、さすがだと。これから試合も楽しみだけど、ちょっと順番に話聞いてみましょうか。じゃあまず今回の意気込みを。はい、今までない挑戦をしたんで、ぜひ皆さんに聞いていただきたいと思います。はい、はい。ラッシャーさん、あ、すいません。
ジルになりました、昨日から昨日ね、ツイート見た、ツイート見た、ジルになった、昨日からジルになりました。あの、何やるんですかね。今日はバンドをやります。いや、それ見たわかるよ。それわかるんだけど、曲は曲は Love You Only よ。あ、愛だからね。はい、TOKIO のね。はい、あと、なんで3人なんですかね。バンドって言うとちょっとバンドって言うともうちょっと多いじゃないですか。そうなんですけど、まあ、ちょっとアクシデントがありまして。だいぶじゃない。はい、あの最初もともと僕、A ちゃん、はい、原田、大勢で組んでたんですよ。あー、で、まずですよ。まず A ちゃんがオンエアを追ってしまったことによって、はい、すぐ翔太くんが、なら俺がやると言ってくれて。いつでも準備はできてるタイプですね。で、まあ、次に、まあ、僕がまあ指を折りましたと。ただ多分できるんで。やれることは、やれることはやれる範囲でやります。それは。はいはい、トレーニング。鬼監督がトレーニングしろって前から。ちょっと今鬼監督があの今。野状飛ばしました。やりづらい状況になってますね。真ん前からね。で、最後に一番、うん、あの音楽にできてた大勢がなんかいなくなっちゃって、うん、大勢が唯一経験者だったんですよ。キーボードでしょ。キーボード、あいつなんか幼い頃ピアノをやってたということで。そうなんです。はい、ええー、とか言ってるけど、いないですからね、今日。そうですね、山口でね、多分今頃はくしゃみしてると。だからちょっとアクシデント続きのメンバーなんですけど、うんうん、まあ、それでもやっぱり初めての試みでやらないという選択肢はちょっとなかったので、はい、ちょっと上手いようかもしれないです。ちょっと練習はかなりやっぱしたんですか、その以前。そうですね、あの短くコンパクトに回想とか。いや、出た練習風景をね、ちょっと見ていただきたいんですけど、音は弾いてんのこれ。音がないからね。弾いてるでしょ。パラで今完璧ですよ。あ、来た音出てる。おー、エスケ泣くな。歌ってるよ。あ、でもちゃんとやってたのに。大勢あんなの暮らしてる。大勢全然誰もいねえよ。はい、というちゃんとみんなやってたにもかかわらず4分の3ぐらいの拍手が。まあそれを乗り越えて、そうですね、今日はどういうね演奏になるかね、楽しみなんで、はい、じゃあ準備の方、はい、頑張ります。安藤選手もちょっと指気をつけながらね。そうですね。今日は担当、担当は？あと僕ドラムなんで、まあ、結構大事な。結構指使うよね。そうです、あんまりやると怒られる。なんか言いたいことあるぞ。言ってみって言ってみ。そのトレーニングはいらなかったな。おにきさんたちの一言です。一番前にいるおにきさんの一言です。監督がこんないいツッコミするチームは他にはねえと思うよ。ちょっとあの、ね、映像見てもらって鬼木監督にもちょっとあやったね、頑張ったなって思わせましょう。まだ言ってる。3年連続でこのあんちゃんのライブを下から見るってこの屈辱はないんですよ。もういい加減やめたい。じゃあ鬼がやってくれるってこと。まずはちょっと演奏練習の成果を見せてもらいたいと思いますので、それでは坂田スタンバイをお願いします。お願いします、はい、いいよ。僕はよく曲紹介をラジオでさせてもらってますけど、生でするの初めてなので若干緊張しておりますが、はい、頑張ります。じゃあ、はい、それではいきましょう。
Love You Only。完璧だと思います。完璧、はい、いやー、よかったですよ。
違うこと言ってるから。ジルが指が痛いのなんて今初めて知ったから。俺それ考えすぎてずっと考えてたからもうなんか最後の終わり方とか分からなかった。いやでもまあまあまあプロデューサーも喜んでるみたいなんで、はい、本当信頼してっからもうありがとうね。盛り上げてくれてありがとうね。はい、男もあります。はい、ということで。じゃあ、ここからは、ね、上り坂のプロデューサーにお任せして。いや、むしろね。はい、任せて、任せて。はい、お願いします。やっちゃうよ。やべえ。じゃあ、これからは、我々が、プロデューサーをね、まず前面に押し出して。そうですね。まあ、ここからは私たちも下で楽しみたいですね。楽しみたいと思いますので。うん、はい。じゃあ、3人ハゲちゃおうか。妖怪用語使うわ。ありがとう。ありがとう。じゃあ、僕も応援して。安藤ありがとうございました。哲夫ちゃん、小森ちゃん、ありがとう。ありがとうございます。森田とピー、よろしくお願いします。お願いします。あの、オルトピー。改めまして、のぼりさとプロデューサーです。略してノボピー。ピー、せーの、ピー。まだいけるよ。せーの、ピー。いや、いい感じで盛り上がってきましたね。でもまだまだ盛り上がれると思うんですよね。誰か足りないですね。いや、ちょっとあいつよみたいな。おい、ショーゴ
準備やっちゃおうか、やっちゃおうか。それでは皆さん、時田ちゃんのピアノと翔吾の歌をじっくりとお聴きください。
さちゃん、お疲れちゃん、お疲れちゃん。すっごいいつもお世話になってます、本当に。ありがとう、ありがとう、本当。いやー、時田さんの演奏と、翔吾の見せ、どうでした？あ、嬉しい。失神してるって言うんでしょ、この感じ欲しいもんね。あの絵、見ました？ね、ビジョンに映ってる。いや、ちょっとね、もう持って帰るのとりあえず。でも、カホにします。そして、そしてまさかの、ユウからの小林ユウ。どうでした？その最初、それで入ってくるっていう話もらった時。いや、もう滑るのが怖くて。でもめっちゃ、めっちゃ震えてたけど、思いのほか笑ってくれたから。当たらなかった。すごい嬉しかった。熱かったっすね。いやー、ほんまに。ねえ。いや、ありがとうございます。いや、ほんとありがとうございます。こんな形で、ね、いや、ほんとありがとうございます。ちょっと、何してんすか。なんか、いや、俺最初にこういうとこ出るのは、ケンゴってやるのかなって思ってた。なんで俺じゃないですか。なんか、約束したじゃない。ごめんね。ごめん、ほんとに。けど、めちゃくちゃ良かった。袖で、めちゃくちゃ聞いてた。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、どうしてんすか。新しいちょっとユニット組んで。いや、俺は、ね、出資、昨日の100万円で。そうなんですよ、健吾さん。明日、福岡でライブあるんですよ。はい、これだけ、このアイラブユーだけのために、自分の曲もせんと。富田純太郎の無駄遣い。富田さん、どうかな、うちにいろいろ会いにあるから、ちょっとなんかできるぞ、お前。皆さん、ぜひ買ってあげてください。びっくりしたぜひね、買ってあげて。はい、買ってね。それ全力ション。全力ション。でも、あいや、それ聞きたいよ、俺は。あい関係ない。あい関係ない。あい関係ない。全力で走ってる少年の話だから。あいってこと。これか。違う。違う、今すげえ気持ちよかったけど、すげえ気持ちよくてすげえ音外したけど、いきなり始まったから、もう俺らも大変だ。歌えるね。いいね。ファンだからね、ただの。ちょっとまたいつか何かさせてもらって。いや、間違いない。またお願いします。僕でよければ試写もじゃなくてすいません。やめろ。そこすごいプライベートでもライバル視してるの知ってるから言うな。みんな試写もの歌ってる。言うな。うちの歌難しくてすいません、本当に。それは、そう。隙間さんは歌が難しいですよ。でも、ししゃもの明日もよろしくお願いします。めちゃくちゃいい歌ですからね。それでは、明日、ライブの今から、今から行くんですか。今から飛びます。今から行く。あ、チケット出しとくから。ありがとう。まずですね、チケット出しとくから。ちょっと足もいいですか。はい、や、よろしく。ありがとうございます。はい、待って。もう、じゃあ、もう出ますので、できる。ありがとうございました。皆さん、トキダさんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございます。いやね、この時これだけのために時田さん読んでる。時田慎太郎の無駄遣い。無駄遣い具合すごいね。申し訳ないですね。これサッカークラブのファンカーだから。自分の曲もせんとね。そう。でもピアノ上手かったっすね。いや、それ仕事だから。資本職が欲しい。資本職けど俺もちょっと思った。上手って思った。あんだけ仲いいけど見たの初めて。普段弾いてるのあんま見たことない。確かに。
盛り上がってきたところで最後の曲行きましょうか。すいません、ベタにやるんだねそれ。すいません。じゃあ最後の曲はステージメンバー全員で行こう。全員上がってきて、ステージメンバー。 OK OK。 嵐も良かったね。じゃあお願いします。いや後半戦に向けてね、最後はやっぱ愛は勝つで締めたいと思います。でもなぁ、トキタちゃん帰ってもたからトキタちゃん言うの、ピアノできる人おらへんかな。でもここは愛、愛は勝つ、カンさん、ケンさん、いや違う、ケンゴさん、ケンさん、ちょっと待って、ピアノお願いします。ちょっと待って、大勢がおらんようになったから雰囲気だけでもいいんで、お願いします。プロデューサーが頭下げてます。自分で言うか。いや俺音楽によ。それは無理よ。あ、もう、じゃあでも座るだけで絵になるかもしれない。座るだけで、雰囲気で座ったらできるかもしれないとかないだろ。そんな特殊能力ねえよ俺。演奏いっぱいあるから、今上がってきてもらって、そう、でもあれやね、絶対猫踏んじゃったらいけんじゃん。すげえ言おうとする。でもあれも雰囲気だけでいいんで。雰囲気？はい、じゃあ準備 OK ですか。あ、まだか。あ、まだ。ちょっと待って、弾け。じゃあね、それじゃあ行っちゃうよ。会場の皆さんも一緒に大合唱してください。聞いてください、愛は勝つ。Bye.
最高最高最高めちゃくちゃ緊張したな。そのまんま出たわ。絶対しっかり練習してないですよ。全然してない。ほんまに実はあの健吾さん完璧でした。めっちゃ練習してました。やっぱりで、その模様を収めたドキュメンタリー DVTR 用意してるんで。そんなの用意してるんですか。そう、すげえ。ご覧あれ。
アンコール来ると思わなくて、ね、ちょっと準備してないんですよね。いや本当に今日は皆さんからものすごい愛を受け取りました。本当に愛は地球を救うならぬ愛は川崎を救うですね。それでは後半戦に向けて、そして怪我で長期離脱してしまった藤島 A ちゃんのためにザードの負けないでを歌いたいと思います。それじゃあね、慎太郎、孫亮、真渡り弘樹、翔吾、あんちゃん、翔太くん、出てこいや。このメンバーお分かりですか？キーパーと A ちゃんの同じ出身地熊本。ね、A ちゃんに届けよう。そして後半戦にも向けてね、力をね。エースケ泣くなよお前。あとやっぱ愛なんで、やっぱね、負けないでって結構キー高くキーは愛なんで、アイリサさん、ちょうどいい、来てください。この流れで言ったらあれやろ。
あの曲やろ。あれやろ。1曲しかないでしょ。あれです。あの曲を全員で歌います。選手全員、お兄さん、コーチも、社長さんも、あ、社長さん、社長さん、ステージに上がってきて。ガンジーさんも、あ、そこ絶対ガンジーさん、絶対ガンジーさんも、出てきたらめっちゃ盛り上がって。ああ、学ぶ？一回学ぶ、下がって一回出てきて。じゃあみんなで大合唱しましょう。それでは最後の曲、サライ。Don't
そしてスタンドの皆さん、本当にありがとうございました。愛にあふれたステージでした。ありがとうございます。最後に上り坂プロデューサー、お疲れ様でした。お疲れちゅん。今日の出来はいかがでしたか。いやもう最高。もう今日も朝早くからずっとあそこのメインスタンドの1階の席陣取ってリハーサルからしっかり見てましたね。そうですね、もう本当にどうなるかと思ったんですけど、やっぱりもうすごい信頼してる仲間たちなんで、あ、やってくれました。やってくれました。急に敬語になってきちゃったけど、はい、ほんまにありがとうございます。本当にこれで一体感がね、ますます増していきました。本当に改めてもうマイクあったっす。マイクあります。ほんまに日本一のサポーターです。ですね、今日皆さんにご協力いただいた皆様をご紹介していきたいと思うんですが、選手のダンスを指導してくださったのがフロンタールズとしておなじみ富士通のチアリーダー部の皆さん、ありがとうございました。そして選手の衣装を作ってくださったのがスタイリストの吉成さん、ありがとうございました。そして編曲演奏してくださったのは専属学園音楽大学の皆さん、ありがとうございました。そして先ほどまで選手と一緒に演奏していたバンドメンバーはギター飯沼くん、山下くん、ベース小島くん、キーボード斉藤さん、ドラム前島くんです。本当にどうもありがとうございました。そして今日は13,385名の皆さんがこのファンカーに集ってくださいました。本当にありがとうございました。そして何と言っても激アツライブを届けてくれたフロンターレの選手たちに皆さん今一度大きな拍手をお願いいたします。さて最後は恒例の記念撮影を行います。ステージの後方からメインスタンド側に向かって撮影をしますので、選手たちはステージの前の方にお願いをいたします。大堀さんが後ろに脚立でいらっしゃいます。選手、監督、コーチの皆さんはステージ後方を向いて座っていただきます。で、激アツゾーンの皆さんはできれば激アツタオルを掲げていただきまして、スタンドの皆さんもうちわ、おしめのうちわを持っていただいて映っていただければと思います。大丈夫ですか。はい、ちょっとタオルの数が少ないかな、激アツゾーンの皆さんですか。ありがとうございます。あ、後ろのうちわ2階席まで OK です。大丈夫です。はい、行きます。皆さん前側でお願いします。手を振ってください。みんな笑顔、いいですね。いいです。 OK です。ありがとうございました。写真撮影終了となります。それでは選手、監督、コーチの皆さんは開会式と同じようにステージの前の方に並んでいただけますか。お願いします。フロンターレを日頃から熱く応援してくださっておりますファン、そしてサポーターの皆さん、本日は
川崎フロンターレ2019年ファン感謝デーにご来場いただき誠にありがとうございます。大変楽しく過ごしてまいりました。今年のファン感も閉会の時間が近づいてまいりました。それではこれより閉会式を行いたいと存じます。はじめに閉会の挨拶を監督鬼木徹より申し上げます。鬼木監督お願いします。皆さんこんにちは。今日は本当に多くの方が集まっていただき、ありがとうございます。いつも、ファン感謝で、まあ、選手のね、楽しいステージとかで、楽しく本当に見てるんですけど、今日は何か、感動してしまったというか、なんかね、選手がね泣いてたりとか、そういう、まあ、のぼりのシーンとかもそうですけど、で、まあ、皆さんからちょっと見えないかもしれないですけど、僕たちから見るこの景色っていうのは、ファン感謝デーの人数ではないというか、本当に多くの、人がいて試合かのように、ね、感じています。本当にこのチームで、指揮を取れることに感動してますし、選手も、ね、こういう形で、皆さんと一緒にこういう日を過ごせる、ことを幸せだと思ってます。で、チームの方ですけれども、今シーズンもう半分ぐらい過ごしましたけれども、序盤戦、まあ、ゼロックスは、勝つこともできましたけども、その後、J リーグの方はなかなか勝ちきれず、 ACL は予選敗退と、決して自分たちが望んだ結果ではなかったです。そういう現状でここまで過ごしてきましたけども、それでも、選手たちが、頑張ることによって今ギリギリですね、優勝争いに参戦できていると思ってます。特に先日の、アウェーではありますけども、FC 東京の試合、本当に皆さんの、声援のおかげで、今シーズン一番じゃないかなって言えるぐらいの、ゲームができたと思います。そしてまた昨日、チェルシーのゲーム、そして今日と本当に、皆さんの、力を感じることができました。さっき残りも言ってましたけど、この勢いを借りて3連覇目指したいと思いますので、ぜひ、このまま選手を後押ししてください。今日は本当にありがとうございました。鬼木監督ありがとうございました。それでは最後に今年のファン感を JGF 選手に締めてもらいましょう。JGF 選手お願いします。こんにちは。アナシタスですか。楽しいか。あ。昨日チェルシー取ったぞ。みんなで一緒に三連覇しよう。皆さん集まってください。スタンド皆さん立ってください。仁義よけ、固まろう。
ばいなばいなばいな実行なしさ Don't you care, don't you care, it's my music2019年ファン感謝デーを閉会いたします。本日はご来場誠にありがとうございました。それでは選手、監督、コーチングスタッフが退場いたします。皆さんどうぞ大きな拍手をお送りくださいませ。